今日は本当に世の中で起こっている怖い話をしていきます。特に女子の皆さんはしかと聞いてください。そして男性の方も必ずこの意見を参考にするようにしてください。なんでチャラ男ってあんなモテんのって話なんですよ。モテキャスクレラルノです。女子ってチャラい人嫌いって言うじゃないですか。ねえねえねえお姉さんどういっぱいどうみたいなんてチャラいじゃないですか。どう見てもしかしながらチャラ男ってなんかモテんすよ。結局強引だからなのか顔がいいからなのかなんかよくわかんねえけど結局女の子をね連れて帰ったりとか彼女が途切れなかったりとかねなんやかんやでチャラい人ってモテるんですよ。これなんでかわかりますか皆さん。これには恐ろしい理由があるんですよ。チャラ男はモテる一番の理由っていうのはこれなんですよ。でんーけっ点を受け入れるなんですよね。これ何かというと、もちろん男女ともにね、完璧な人間なんかいないわけですよ。何かしら欠点があるんですよね。例えばね、口をくちゃくちゃ音を立てて食べるみたいな最強の欠点があったりとか、遅刻癖があったりとかね、何かしら直した方が絶対にいいよみたいなところってね、誰しもあったりするんですよ。ちゃんと相手のことをね、考えたりとかしていくとね、注意したくなるんですよね。しかしながら、チャラ男はどういう風に女子にアプローチしているかっていうと、この欠点を受け入れるなんですよ。相手にね、多少の欠点があろうが、いや、いいよいいよ。それも、なになちゃんの魅力だからね。甘い言葉を浴びせて、好きにさせるんですよ、皆さん。ね。わかります?あ、私これが欠点だと思ってるけど、この人は受け入れてくれるんだっていうふうに思うわけですよ。そうやって、ちょっとぽっちゃりした体型ね、逆に可愛いよね、とか褒めてきたりするわけですよ。くちゃくちゃ音を立てて食べるっていう、めちゃめちゃ、えげつない欠点を皆さんが持っていたとしても、美味しそうにご飯食べるねって言ってくれたりするんですよ。注意してこねえんですよ。相手のね、欠点を受け入れるんですよ、チャラ男はね。そしたらみんな、こう思いませんか?この人ありのままの私を受け入れてくれてるって思いませんか。思っちゃう女子がかなり多いからチャラ男っていうのを存続し続けるんですよ。でね、こっからが怖い話だよ皆さん。欠点を受け入れる、これなぜかわかりますか。チャラ男にとっては皆さんをお持ち帰りすることが最大の目的であり、将来を考えていないからである。チャラ男にとってはね、皆さん女子の将来なんかどうでもいいんですよ。今落とせればそれでいいんですよ。こういう恐ろしい発想に基づいて、皆さんの欠点、心の底から直すべきでしょう。さすがにこれは注意した方がいいんじゃねえのみたいなことも注意せずに受け入れるんですよ。他の人は受け入れてくれないような欠点までも受け入れてくれるんですよ、チャラい人は。なぜなら、気に入られるということ自体が目的だからなんですよね。そうすると、相手の将来なんかどうでもいいわけですよ。くちゃくちゃ音を立てて食べる癖っていうのを注意してね、仮に直せたとしたら、的にね、その子はよそに連れて行った時に印象がよく見えたりとか、あと遅刻癖を直してあげたりとか、体型的にね痩せたりとか、肌を少し綺麗にしたりとかね、ちょっとした注意みたいなのを受けるか受けないか、するかしないかっていうところって大きな分かれ道になるんですよ。女性の欠点を僕がバーンって指摘したら、ちょっとね嫌われるリスクがあるんですよ。やっぱり完全に相手に気に入られようっていう風に思うと褒めるばっかりになるんですよね。ただし相手の将来をちゃんと考えて、お互い悪いところを直しながらより良い関係になって行こうよっていう将来を見据えた真面目な関係なんだとしたら、ちゃんとね相手の欠点に注意すべきだったりするんですよね。真面目な恋愛こそ相手に嫌われるリスクっていうのを常にはらんでるコミュニケーションを取るべきなんですよ。しかしチャラ男は相手の将来どうでもいい、今が良ければそれでいいっていう発想に基づき、皆さんの欠点を受け入れて、ただ気に入られて遊び、そして飽きたら捨てるっていうのを繰り返してるんですよ。めちゃくちゃ怖い話ですよね。しかし本当にこれたくさん起こってる話なんで、女子は絶対に気をつけてください。男子の皆さんはこういうね欠点を受け入れて、相手を褒めてばっかりのねチャラい発想に立たずにね、お互い高め合おう、嫌なところ直し合おうっていうようなね、欠点についてもちゃんと触れられるような素直なね男性になっていただきたいなっていうふうに思ってます。これによってね、恋愛の関係が破綻することになったとしても、それはそれでね、本当にあるべき2人っていうのをね求め合った結果別れることになるから、この別れに関しては健全な別れだと思うんですよ。僕がね勘違い女子だったとしますよ。イケメンにね遊ばれてばっかりの女子だとしますよ。そしたら真剣に自分のことを見てくれてる素敵な男子っていうのが現れたとしても、欠点をねたまに指摘してくるわけですよ。こんな人いらない、だって私のことを全て受け入れてくれて全部褒めてくれる人がいたもん過去に。そのいた人っていうのは、欠点を全部受け入れてくれる人っていうのは遊び人で、あなたのことをね耳が痛いなみたいなことも言ってくれるような人っていうのが本当にあなたのことを思ってくれてる人だったりとかするわけですよね。そこを勘違いしちゃうと30歳になっても結婚できず、もっといい人が現れるんじゃないかなと思って40歳を迎え、それでも結婚できず、どん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 相手の求める条件をうなぎ登りになっていって、欠点を受け入れてくれる人すらも現れなくなって、独身のまま
というね、不幸な人生っていうのを皆さんに送っていただきたくないんでね、必ずチャラ男っていうのを見極める要素としてね、この人ちょっと私のは絶対に悪いところまで受け入れすぎじゃねっていうところをね、怪しむようにしてもらったりとか、見た目がね、明らかにチャラそうだなっていう人はね、ちゃんと警戒するようにしてもらって、そして自分の欠点を指摘してくる人っていうのをいきなり嫌いだっていう風に拒絶反応を起こさずに、ちゃんとね、聞き入れるようにしてもらえたら、あなたのことをね、本当に心の底から大切にしてくれる男性に巡り合うことができるわけですよね。ということで、ちょっと怖い話風にお伝えしましたけども、本当にこれ怖い話であるんでね、それによって独身の女子がすごい増えてるんですよね。だから本当にね、男子のチャラい方にはぜひこういうことをねやめていただきたいなっていうふうに思いますし、女性のことを尊敬してあげてね、ちゃんとお互いが理解し合う関係、コミュニケーションっていうのを取り合うような恋愛がたくさん生まれれば嬉しいんですよね。僕としては、僕のこの啓蒙活動を応援してくれるっていう方はね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ということで、また明日も会いましょうね。もっともっとポジティブなね、女性が楽しい恋愛をできる、男性が楽しい恋愛できるっていうようなコミュニケーションテクニックどんどん配信していくんで、こんな内容ばっかりじゃないんでね、こいつネガティブなやつだっていう風に思わないでくださいね。ということで、チャンネル登録お願いします。アディダー。